はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していこうっていう趣旨のチャンネルになってるんですけれども、今日取り上げたいトピックは、 あのテレビ制作者の方々に、えー、主に、えー、訴えたいというか言いたいことなんですけれどもあのタレントさんに、えー、キャラクターを求めることの是非っていうことについてあのお話しさせていただければなと思っております、えー、私自身も冒頭で申し上げたように、えー、一応そのテレビ業界の末席に席を置いているものでしてまあ一応あの制作者の一人としていろんな番組に携わらせていただいてるんですけれども であるあのー、まあとある、えー、某元某お笑いコンビの方で、えー、今年あのー、まあ解散することになったとで所属事務所もお辞めになってでその方があの外録チャンネルあと複数の YouTube チャンネルに出てたんですねでそれで最近その方の動画を何個かご視聴いただき させてていただきましてその方が語っていたことは自分は強迫性障害とトラレット症候群というのを患っている,あ患っているそれであの音声チックであるとかあの動き多動な動きが出てきてしまうとどうしてもそれが仕事中にとか幼い頃から抑えられなくって。 それで大変な苦労をされてきたっていうことを語ってらっしゃったんですね。このテレット症候群って何かっていうと、そのまあ、チックっていう症状の一つで、あの、まあ、本当は普通の人だったら、あの、浮かんでも抑えられるような声っていうものをバーって出しちゃったり、音声チックって言われていて、あとなんか、えー、体を不用意に動かしてしまう、あの動的運動チックっていうのがあって、あの、その方は、 あのまあえー、その外力とかに出ていらっしゃったその某元某笑いコンビの方は、笑い芸人の方は、あのまあえー、小学校の頃から、規制を授業中に発してしまうようになってしまったと、でそれでいじめられるようになって、で高校生の頃には、音声チックのことあの症状の一つに、お現象っていうのがあるんですね、なんかあの、あまり言っては良くないような言葉ば、バリ雑言であるとか、誹謗中傷であるとか。 えー、まあ、ちょっと、えー、下世話な、えー、話す、下世話なネタとかっていうものを、あの、言葉に、えー、もう、出しちゃいけないと分かってても出してしまうっていうような症状があるらしいんです。ちょっとは、その普通の人にはちょっとあまり理解できないことなのかもしれないですけど、そういった症状が実際にあるらしくって、それが止めらんないと。で、それが動きにも出てしまうと。で、あの、まああの、テレビとか舞台に出る前は、その方は癖を、それを癖って呼んでて自分で、 それをなんかどうもか出ないように処理していたらしいんですけれどもで、やっぱりそれがあのやっぱり仕事中に出るようになってしまって、えー、で、それで、あのー、逆にそれが注目を集めてしまうことになったと。その癖っていうものが。えー、それによってそのテレビに出た時にあれをやってくれ、これをやってくれと、えー、制作者から言われるようになってしまって、えー、で、結果的にその自分の中のそれは脅迫性障害でもチックでもないものを その自分のチックだと認識させられて、例えばなんか暴れろみたいな、いや、そんな症状はないんだけれども、自分の中のチックっていうものにはないんだけれども、それをなんか売れるためには、お金を得るためにはやんなければいけないっていうような、ちょっと追い込まれてしまって、いや、あの、本当に自分でそのチックっていうか癖を、癖っていうものはあるんですけれども、その癖を演じさせられているっていうような状況になってしまったんですね。 例えばその暴れたりとか、なんか破壊的な行動をしたりとか、そんな症状はないのに、それが症状だと思われてやってしま、やらされてしまっているっていうような。で、それが、あの、ある意味キャラクターとして捉えられてしまって、で、それですごい、あの、苦労を、あの、もともとその精神障害の一つなんで、強迫性障害とか、あの、チックとかも、まあ、チックはなんか精神障害のあるかどうかわからないですけれども、 えそれで、あのー、もともと悩んでいたのがそれによって余計に悩むようになってしまってテレビからそのキャラ付けをされてしまったことによって、えー、それであのどんどん追い込まれてしまってあの結果としてその解散っていう形につながって今その方は地元で主に暮らしながら、えー、ストレスフリーな生活をしながらなるべく送るようにしてなんとか病とつき,お付き合いながら、えー、メディアの活動をされているということなんですけれどもなんか。 こういった事例って、あの、その方以外にも、マイキョに糸まがないなと僕自身は制作者の立場から思ってるんですね。あのー、ちょっと前に、ちょっと前というか昔からなんですけども、まあ最近もちょっとこちょこよく出てきたのかな。おバカキャラっていうのがあったじゃないですか。なんか某フジテレビのクイズ番組でなんかおバカキャラっていうのがバーンって売り出されて、なんか、えー、え歌手、グループ、グループとしてデビューされてやるとか。 なんかブレイクしたタレントさんがいらっしゃったりしましたけれどもなんかあのいや僕一制作者として制作者側の意図って分かるんですよその分かりやすいキャラクター設定をすることによってあのメディアとしてあのまあテレビってその全部の層に受け入れられなければいけないし子どもから大人まで受け入れなきゃいければ受け入れなければいけないので,でその全員が全員その。 ちょっと言葉を選ばず言えばその知的階級な知識があったりとか教養とか学があったりするわけじゃないんですよ、所詮員が。で、別に学があったとしてもなかったとしてもあの分かりやすさっていうのをテレビって求められるんですよ。なのでその分かりやすさとか一般的に受けの良さとかえなんでその分かりやすい構図に芸能人をタレントさんをキャラクター付けするような ことがあるんですよねそれも一つがやっぱりその最たる例がそのおバカキャラだったり先に挙げたその苦の方だったりとかっていう形になっちゃうんですね。なのでその制作者としての気持ちはすごい分かるんですよね。そういったそのキャラ付けをすることによって本人も売れるし番組としてもその,その人をメインでいろんな企画ができていろんな流れができるんで美味しいというかやりやすいっていうのはすごい分かるんですけれどもちょっとこれって。 特にその若い頃、若い子たちにそれをやってしまうと、まだデビューしたての子とか、売れてそんなに年数が経ってない人とか、結構きついことなんじゃないかなと思うんですよね。だって本人は別におバカでもないと思うし、おバカだと思ってないと思うし、それを割り切ってもう100%演じられるっていうんだったら、それはそれですごいし、えー、なんかこう、尊敬できることなんですけれども、 大抵そこまで人のメンタルって強くないかなというかその自分はこういう人なのにこういう役割を与えられてしまってそれを演じなければいけないえその演じなければいけない演じることでお金がもらえるっていう状況になっちゃうとそれってその何て言うか人のありうる姿から離れてしまっていくどんどんその自分って本当は何なんだろうっていうような。 気持ちちになっちゃっゃてでだからこそその芸能界とかでなんでうつでやるとか、えなんかこう、精神的な病気であるとか、の、引退とか、あの、追い込まれてしまう人たちが後を絶たないんじゃないかなっていう部分って、それも一つにあると思うんですよね。その、まあ、例えば芸能人がその薬物に走ってしまったりとか、まあ、それはもともとそういう環境にいたから、それに暗陰気を出したっていう面もあるとは思うんですけれども、 まあそうじゃない面もあると思っていて求められたキャラをえ自分はそういう人じゃないのにえ役割を果たそうとすることによって苦しんでしまったとあの田代正史さんっていらっしゃるじゃないですかあの方もすごいえテレビでお茶の間に出ていた頃全国国だった頃はあのすごい面白かった人でしたよねあの冗談なんですけど私田代正史さんとえーニイニシャルとせあのえ誕生日が一緒なんですけれどもまあそれは置いといてあの あの方もその毎回そのバラエティ番組でネタを仕込んで、唐突にそれを見せて、視聴者を喜ばせたじゃないですか、笑わせたりとか、意表をつくようなネタで。で、彼はそれ一度それをやってしまったことによって、どんどんそれを求められるし、自分もやんなきゃいけないって、すごい根が真面目な人だったと思うんですよね。やんなきゃいけないって思うようになっちゃって。 なんかドン・キホーテで毎回数万円ぐらいのものを買ってきてああでもないこうでもないっていろいろ考えてうーってなった状態で毎回収録に臨んでたらしいんですよ。でその結果そのあこ,れこれ飲めば、えー、これ使うぐらい楽になるよって言われてしまった、えー、白いお粉に手を出してしまったというようなことがあるんでやっぱりその過剰にキャラを求めるっていうのはあまりよろしいことではないんじゃないかなって、えー、僕自身はふと思ってはいるんですよね。 なんでなんかそういったのを、まあ、僕自身もその、えー、バラエティ番組に携わることはあるのでそういったあの、まあ、昔昔も,昔,も昔私自身がなんかそう言ってあのー、あこの子はこういうキャラだからこれでいこうみたいな安易な考えをしてる時期もあったのでなんかそこはすごい反省すべきところの点なのかなと思うんですけれどもかそういったその もうキャラ付けっていうのを無理に進めようとするのってなんかもうやめてった方がいいんじゃないかなって僕自身はその制作者の方々にちょっと提案したいんですよねもちろんそれができてこそプロフェッショナルだからそれができないやつはいらねえっていうような考え方もありはすると思いますそれはある一面で正しいと思うんですけれどもあのそれはそれででも芸能タレントさんをすごい追い込んでしまうことだしあまり良くないんじゃないかなと倫理的に良くないんじゃないかなって思うんですよね あのなんでそのタレントさんがメディアから離れてしまったりとかっていうような事態が頻発しているんじゃないかなと思っていて私はそれがどんどん進んでいくってことを危惧していましてなんかこういったのをきちんとやめていけばそのバラエティ番組とかそういったのもよりよりよりあのやりやすく皆さんが楽しみやすくなっていけるんじゃないかなと思っていて、まあ、制作者としてはちょっと難しいところなんですけれどもなかなかその あ,のあまりその精神的に成熟しきってない子たちに対して変なキャラを押し付けてそれを演じさせてでその一度あ一通り使い切ったらまた別なのがいるからみたいに本人たちも思っちゃうんですよ私学校で拒否しってしまったらまた別な人が自分の枠に入っちゃってみたいな、えー、そういうふうになっちゃうから。 えそれは健全じゃないなって思ってるんでなんとかこの状況を変えていければなって思っているんですけれどもなかなかえ一体全体どうすればいいのかっていう部分は私自身は思ってはいないんですけれどもとりあえずそのえタレントさんの方がタレントさんにも申し上げたいんですけれどもあのおこがましいながらあまりそのキャラとか押し付けられそうになったらちゃんと拒否るようにしていってください。 じゃないとそのどんどんそれをまあ売れる手段の一つだったとしても押し付けられてっちゃうんで,で本当は思ってもない方向になんか自分が行っちゃったりとか本当はそういう人じゃないのになんかえも求められてそういうことをやるようになっとかプライベートでもそういうふうに求められちゃってなんかこう人間関係が崩れていくとかえもあったりすると思うしそれでまあお金は手に入るかもしれないですけれどもなんかいろんな大事なものとか失っていくんじゃないかなっていうのもあるし もちろんそれが完璧に演じられてなおかつ自分の新たな軸にステップアップできるっていうんだそれはすごい理想的だし実際にそういう人何人もいると思うんですけれどもそのあ,それあなたがそれをできるかどうかっていうのを、えー、頭の中で一度考えていただいて、えー、それでそのなんか、えー、変にキャラ付けされそうになったら、えー、きっちりそのちょっと私はこういうキャラじゃないこういうのはちょっとあのー、あまり、えー、これっきりでとか。 本来こういう立ち位置じゃないんでっていうのはちゃんとそのマネージャーさんであるとか、えー、プロデューサーさんディレクターさんに伝えるように、えー、していってください。えー、そうした方が多分長期的な目線で見て安定した芸能活動を送れるんじゃないかなと、えー、私自身は思っております、えー。すごい専門的な話というかあの、えー、ちょっと視聴一歩普通の視聴者の方々にはちょっとわからない話になっちゃった たかもしれないですけれどもまあ、こういったのってその現実世界でも起きてるなとは思っているので、えー、ちょっとこのような形で給与させていただきましたあのー、お金やっぱりお金が絡んできちゃうのであのまあ、芸能界だとより大変だなと思っている次第でございます、えー、この動画をご覧いただきましてありがとうございました、えー、もしこの動画が良いと思った方は、えー、高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは